ゲームモードを選んでね。ストーリーマージャンモード、最初から始めるわよ。果物はいかがですか？ありがとう、お前たち。青い空と白い雲、澄み切った海、そして優雅な午後のひととき。夏が私を大胆にしていくわ。アバンチュールの夜間。にもまったく、お主のような不良仙女はわしゃんこれまで見たことがないわい。不良仙女だなんてひどいな。ちょっと目を離すとフラフラと遊びに行ってしまうではないか。その上、覚えたての戦術をくだらぬことにばかり使いおってからに。だって、せっかく海に来たんだし、私もたまにはのんびり羽を伸ばしてみたかったんですよ。お主の場合、いつでも羽を伸ばしっぱなしじゃろうが。大体に、お主を遊ばせるためにわざわざジャンコク組んだりまでやってきたのではないぞ。わかってますよ。お師匠様の持病の治療をするためでしょ。確か脳梗塞でしたっけ。誰が脳梗塞じゃい。わしの持病はリュウマチじゃ。そんな名前だったかな。こういう暖かいところではリュウマチの痛みも和らぐでな。潮風に当たるのもリュウマチには良いと言われておる。ちじくさいな。お師匠様、もうそろそろ引退を考えた方がいいんじゃないですか。お主のような出来の悪い弟子がおるから引退しとうてもできんのじゃろうが。少しよろしいでしょうか。うん。なんじゃ。失礼ですが、かの有名な大仙人様ではありませんか。いかにも、わしは大仙人じゃが。私は大仙人の愛弟子にして美貌の仙女。仙女見習い。美貌の仙女見習い、リンファです。私はこの近くに住むものでメイリンと申します。ジャンコクへようこそ、大仙人様。お目にかかれて光栄です。大仙人って言ったって、見ての通りの忍びたじじい。そんなに堅苦しくしなくたっていいのよ。リンファ、お主は黙っとり。大仙人様のような有名な方がいらっしゃったのだから、何かおもてなしをさせていただきたいのですが。はーい。あ、いやいやいや、どうかお気を使わんでくだされ。ご覧の通り、海しかないようなところですから。そこで、どうでしょう。残酷でとても盛んなゲームに、麻雀というものがあるのですが、ご存知ですか？知ってる！私麻雀好き！こうして、海を見ながら麻雀を打つのもまた風流かと。すぐそこに、雀卓を用意しておきました。どうです？大仙人様。一曲、
お付き合いいただけませんか？え？今？ここで？麻雀するの？にも、ずいぶんと用意のいいことじゃな、メイリンさんとやら。ええ、大仙人様はきっと麻雀がお好きだと思いましたので。お師匠様、なんだかよくわからないけど、なんか様子が変ですよ。まあまあ、そのようなことを言うものではない。せっかくわしらのために余興を用意してくださったのじゃ、お断りすれば失礼にあたるじゃろう。お師匠様の手最悪！バラしてどうすんじゃん、バカ者！あ、なんでそれを捨てちゃうのよ。お師匠様、麻雀のルールちゃんと分かってます？うん、今の、だいたいじゃがの。だいたいってひょっとしてあんまりよく知らないでやってるの？いいかな、しばらく黙っておれ。月は私の方にあるみたいですね。いいですか、リーチ、行きますわよ。一発！お師匠様！まんまと術中にはまったわね、大仙に。あなたは一体？私は大妖怪、麻雀大王に仕えるもの。どうも様子がおかしいと思っておったが、お主、妖怪の手先じゃったのか。何の用事でこの残酷に来たのかは知らないけど、大仙に、あなたはきっと麻雀大王の邪魔をするわ。おお、その麻雀大王とやらが悪事を働いておるなら、何としても止めてみせるぞい。それも仙人の仕事の一つじゃからぬ。だからそうなる前にあなたを倒させてもらいます。なんかすごいこと言ってるみたいだけど、お師匠様に何をしたの？着物が取り替えられただけみたいに見えるんだけど。それは妖術呪いの薄絹。麻雀をしながら相手をじわじわと追い詰めていく妖術よ。あと1回か2回私が上がれば、大仙人はもう戦術を使えなくなる。そうと分かってて麻雀を続ける人はいないよ。もう遅いわよ。ここで降りたら術が完全にかかってしまう。それが嫌なら麻雀を続けるしかないわ。もちろん麻雀は続けるぞい。このリンファがわしの代わりを務める。へえ、ひどいよ。お師匠様、お師匠様でさえやられちゃった相手ですよ。私が戦って勝てるわけがないでしょう。戦いなどとは一言も言うとらんじゃろ。わしは麻雀をせいと言うとるんじゃよ。でも麻雀をしたら私も妖術をかけられちゃうんじゃないですか。この妖術はの、人にかかるというよりつけている着物にかかる妖術なんじゃ。着物を変形させて妙ちきりんな衣装にしてしまう力を持っておる。まあ、最終的にはわしのように裸同然の格好にされてしまうようじゃな。嫌ですよそんなの。私これでも女の子なんですよ。さっきはすっぱだかで泳いどったじゃろうが。さっきはさっき、今は今。さっきは誰も見ていなかったから裸になれたんだもん。いいから聞くのじゃ、メイリンとやらの妖術にも弱点はある。